エンジョイガーデニング、サンガーさん、今日もよろしくお願いします。お願いします。3月になりましたが、お店の状況はいかがですか？うん、そうですね、今年ね、やっぱりこう冬すごい暖冬でぬくいんで、春がもう来てる感じで、はい、なんで花苗とかも本来まあ3月なんですけれども、4月上旬とか3月後半に出回るのがもう結構ちらほらと入ってきてる状況です。外売ればもう割ともう春っぽく華やかなお花が入荷してますんで。では今月のテーマを教えてください。今月ですね、ちょっとあのカット多肉の苗ですね、あの多肉植物を土についてるやつじゃなくて、もうカットしてそのまま植えれる苗があるんで、そちらでちょっと寄せ植えを可愛らしく作りたいと思います。はい、三川さん、まずは何からスタートしますか？はい、今回使用するのが多肉苗のカット苗ですね。土に植わってある多肉でもできるのはできるんですけれども、切った後その切り口をちょっと乾かすのに、まあ大体1週間ぐらい乾かしてから植え付けっていうような形なんですけど、乾かす時間をちょっと短縮してもうすぐ植えれるようにしたのがこのカット苗になります。まあいろんな種類入っててバリエーションもあるんで結構簡単に作れちゃったりします。はい、なのでまず板鉢底ネット入れて軽石を入れるところからやっていきましょう。鉢底ネット、はい、でまあ、表面このネット隠れるぐらいでいいんで、はい、で次にですね、今回使うのが、この多肉植物の寄せ植え専用の土なんですけれども、まあ、こういうこのカット多肉ってお肩刺していくだけなんですけど、やっぱり根っこが出てくるまで不安定になるんです。それを、固めるネルソルっていう接着剤が入った、まあ、土みたいな感覚ですかね。こちらがね、これセットでついてます。これやったらあの土とネルソル入ってるのもこれ1個で済むんで。まずは土を入れていきます。ネルソルは後ほど使います。そして肥料を鉢の大きさに合わせて適量入れていきます。続いてはこの1センチ足らずのところにネルソルをそのまま敷いて、もうピチピチまで入れてもらったら、ネルソルを適量入れていきます。一番最初はね、大きいのからいった方がやりやすいかな。ちょっと刺さり代がこのちょっと少なかったら、はい、何枚か下葉を取ってもらったら刺さりやすくなるんで。あともう少しですか？うん、もう少し。これですか？うん、はい、うん、はい、はい、土に刺さるように下の葉を取っていきます。こっちグリーンだったんで、ブルーの、うん、で、まあ、大きい葉っぱで小さい葉っぱをこう下に潜り込ませて、こう支えるようにしていくと結構安定していくんで、はい、で次はまあ、ちっちゃいの中ぐらいのっていうので、まあ、形とあと色合いとあと葉っぱの形状というのをこう揃わないようにパッとこう並べていくと割と凝った感じ。刺します。はい、あとはまあお花の寄せ植えとかでもそうなんですけど、ちょっとこれが一緒の方向を向いてるんで、うん、ではこっちをこう起こしてあげて、ちょっとキュッとして、はい、で植え終わったんで、ネルソルを湿らす程度でいいんで、パッと水あげてもらったら、はい、うん、接着剤が溶けてビシッと固まるんで、それで仕上げです。はい、はい、これで完成ですか？はい、完成です。まあ、結構ね、色とりどりで、はい、うん、小さいなりにも可愛らしくできたと思うんで、うん、お水やりってどのぐらいの頻度でしたらいいですか？多肉植物自体そこまで水やりはいらないんですけど、まあ、目安としては2週間に1回ぐらいこうやって霧吹きで上げてもらうっていうような形なんですね。ただね、はい、一番重要なのは日当たりなんです。日光を好む植物でして、基本寒さに弱いんで室内なんですけれども、割と明るさが足りなくなると光の方向に向かって
体が伸びていくんで形が崩れやすくなる。なので、まあ、ある程度そのやっぱり光当ててあげた方がいいんで、そこはまあ一番のポイントになりますね。佐川さん、今日もありがとうございました。ありがとうございました。ガーデナーズジャパンは海南市南赤坂にあります。今回ご紹介した商品はじめ、いろいろなグッズを取り揃えていますので、ぜひお立ち寄りください。